とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメント2ついただきました。ありがとうございます。今回のタワー、22階のボスで、テンペストゴーレムが出ますよね。こいつが時間がかかって面倒くさい。で、このボスの早い倒し方を教えてもらいました。まず1つ目。1つ目は、これ。雷の杖。ですね。ダメージ1万超えです。これを、テンペストナイフに、虚無をつけまして、最大ダメージになった時に、ドラを入れて打ち込む。そうすると、まあ、13万ぐらいになるのかな?ダメージが出ますので、それで2発で倒せるらしいんですよ。これが多分一番早いんじゃないかな?で、もう一つの方法が、21階の報酬で、地雷を取る方法。地雷を、虚無をつけて、で、さらにドラで、当てると、それも結構早く倒せるんじゃないかな。で、もう一つ、これもいけるんじゃないかっていうのがあったので、その3つ、今日は紹介したいと思います。では、まず、雷の杖。こっちから行きましょうか。雷の杖を取ると、あれだね。武器が、ソウルナイフじゃなくて、これになっちゃうので、まあ、慣れてない人にはちょっと難しいかもしれませんね。うん、どうだろうか。よし、では、行きましょうか。結構シビアなんだよね。こんぐらい?おー、なかなかすごいぞ。次は地雷で行ってみますね。地雷が、一発、13,500 か。おうおお、13,500。あ、結構強いんだ。それならさ、だいぶ強いんだと思うんだけど、どんな感じになるだろうね。よし、では、行きましょう。これ。おめちゃくちゃいった。地雷強えわ。これはいいわ。それでは3つ目ですね。ちょっとこれもいけるんじゃないかと思ったけども、ちょっとこれ無理かも。無理。うん、雪の弓のオーバーチャージとスーパーチャージのやつだね。4倍ダメージが出るので1万ぐらいはいくんだけども、ドラが取れなかったのよ。雪の弓かドラだったので、ドラが取れてない。それも良くないし、こっちにエンチャントを集中させると、虚無がね、取りにくくなるんだよね。とりあえず、どんな感じか一応攻撃してみましょうか。なんか微妙な気はする。よし、では、行きましょうか。行きます。どうだ?微妙。こんくらいか。これじゃちょっと微妙だぞ。はい、それでは戻ってきました。ですね、今日はテンペストゴーレムの早い倒し方やってみたんですけども、雷の杖と地雷はあれ2パンでいける。ただオーバーチャージはあら無理だ。うん、虚無3入れたとしても3ターンぐらいかな。だし、30回のボス、ドラがないとちょっと厳しいので、最後の雪の弓はおすすめしません。まあ、途中の雷の杖、そして地雷。それはね、おすすめできます。うん、自分の好きな感じで、やってみてください。2ターンで倒すことができます。めちゃくちゃ早いよ。はい。まあ、ちょっと、虚無の、使い方はね、ちょっと難しいけども、攻撃して、だいたい 4.5 秒ぐらい経って、攻撃してみてください。いけると思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。